ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。ジャッジアイス、続きから再開していきましょう。おっと、早速やらかした男。今日も元気だね。はい、というわけで、カジノで情報を集めたので、ハムラが潜伏していると思われるチャンピオン街のカジノに向かって今、歩を進めているところであります。心強い味方、カイトーさんも一緒ね。あ、いけない。やばい。喧嘩売られるわ。来たね。相撲取りみたいなやつが。なんで同じ服着てんの、こいつ。待って、困るよ。お、8000円かつ上げ。カジノで遊ぶのには必要だ。まあ、遊びに行くんじゃねえけどな。誰だ、俺に攻撃したやつは。カイトーさんか。パーティーアタックとかできんのか、このゲーム。よいしょ。ラーメン屋の店頭で失礼。ったく、時間食っちゃったよ。騒がしい男、ちょっと飯食ってくか。なんか食わして。あれ、なんでと思ってんの、ご注文をどうぞとか言って。ひょっとして海藤さんがいるからビビってんのかな。明らかにこんなチンピラがいるからね。ただ全部コンプリートしてるな。このお店はどうよ。寿司三昧。いらっしゃいませ。あ、もう一つだけ食べてないものあったわ。フードもしっかりと食べていくことによって収集要素を集めていく。それと同時に体力の回復も図ると。さあ、体力も満タンになったところで行くかな、チャンピオン街に。あれ、結局回り込んでいかないといけないの。あ、結構回っていかないといけないね。こうか。こっちの方から回り込んで人気の少ない路地に入っていく。カイトーさん、おいでけぼりなんだけど。お、誰だ、命知らずが。一人か、お前。めっちゃかわいそうになってくるんだけど、逆に。つうか、むしろ一人でよく襲いかかってこようっていう気になるよね。2対1なのに。生きりすぎでしょうよ、どう考えても。はい、ともあれチャンピオン街の方角へたどり着いて、いよいよここはチャンピオン街で、中に入っていこう。ちゃんとついてこいよ。誰に言ってんだ。敵か、雇われた刺客か。ガードを崩しながら戦っていく。痛い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 。ガード崩れてる崩れてる。回り込んできやがった。飯食っといて正解だったわ。カイトさん頼む。なかなか体力の高いやつだった。お、タフネスレッドが持てない。使うか。使えば持てるでしょう。で、看板の出ていないお店だったよね。どこだ。あ、探さないといけないか。じゃあしらみつぶしに探していこう。早速見つかったわ。ん、賭場に繋がっている店ってここじゃねえか。どこにも店の看板が出てねえぞ。ここか。これだけど扉なの。叩く回数3回だったよね。シャッターをノックする回数は3回。すると、ご用件は。ご用件は。いい天気ですね。合言葉だったな、確か最初は。あ、え、大月がどうのこうのっていうのは覚えてるんだけど。あ、どっちだっけ。大月が来ているか、元気か、元気かだっけ。大月は元気か。ステーキを食べたいそうです。ステーキを食べたい、ほうほうほう。次の合言葉で、シャトーブリアンブルーレアで。シャトーブリアンブルーレアで。
早く開けろ。注文を受けたまわりました。どうぞ召し上がれ。よっしゃ、やったな、タモ。別にそんな大げさなガッツポーズする必要ないと思うんだけど。シャッター開いたな。はあ、これ終わったら肉食べよう。俺も肉食べたくなってきたわ。今飯食ったばっかだけどな。ここにハムラがいるのか、一悶着あるね、これは絶対。ボス戦の予感がするわ。結構金かかってんな、何このサイコロ。警察踏み込んできたら言い逃れができないんだけど。入ります。さあ、あったあった。さあ、あったあった。さあ、浄化じゃないか、浄化じゃないか。あったあった。何が貼ってんの。壺振りのお姉さんの父がな。ブルーム的なところにいるんじゃねえの。あ、声聞こえてきたわ、ハムラド。カイトさん、コマが揃いました。よし、来い、来いよ、勝負。よし、来た来た。ミゾロの勝。やっと波が戻ってきやがった。だいぶ負けてたのか。どんどん行くぞ。お、デブもいる。おい、お前らどこ立ってんだ。まだ、どけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。くそ、行け。なんでこんな弱腰なの。行くぞ、タボ。松金組のしのぎなのかな、このカジノは。ボス戦か、来たな、この時が。ハムラが、なんで後ろにも敵がいるんだよ。やべ、使えるものないかな。デブが、やめろ。ちょっと二人がかりはずるいぞ。やろう。もう容赦しねえわ。ちょっとカイトさんどこにいんの、手伝ってくんない。やろう、こんなよ、デブが。いった、はっ、ていけー。回復しとくか。あ、テーブル持てるな。テーブル使うか。まずは弁当3個ぐらい食っといて、盛大に腹パン食らうか。そしてやろう、強攻撃で。物を積極的に壊していく、このスタイル。ちょ、カイトさん、ザコばっかり相手にしてないでさ、頼むよ。いたたたた、意外と身軽だな、お前。よくそこまで足上がるな、そんな体のくせして。ハムラが、座布団アタックか、お前は。うわ、なんだそれ、かっこいいんだけど。そうはいかんぜ、食らうか。いって、こいつから倒そう。ハムラが覚醒状態に入った。まずいぜ、お前もかい。一体ずつ倒した方がよかったかな。やろうが、寝てろ。よっしゃー、2対1よ。2対1じゃなかったわ、2対2か。カイトさんがいるからね。
どこに向かって攻撃してるんだ。まずい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 。ま、狙ったけどな今のは。素晴らしい。すっげースーパーマンなんだけど、なんだこいつ。大事を取って回復しとこう。一回死んだら戦闘前のカットシーンがスキップできないのよね。マクドウシ弁当、ここに来てからもう弁当7個目だな。痛い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 。やめんか。とりあえずハムラの体力が少なくなってるから、お前から倒していく。やべ、使おう使おう使おう。まずい。効果時間中にハムラだけ倒して、よし、あとは有利だぜ。いった、全然有利じゃねえわ。ガード、ガード固めて、ガード固めて。やろ、おら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 。あ、これ強えな。100です客。復讐を果たしたぜ。もう終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。首の金庫から盗まれた1億な。あれはあんたの差し金だったんだろ。怒り心頭なんだけど。まんまと跳ねてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。裏は取れてんだよ。全部で何人殺させた。凶霊界のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせた。そういえばそういう話してたね。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドテック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえって言ってんだろうが。話せ、怪盗ぶっ殺すぞ。おとなしく多忙の話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたらを動かしている黒幕は木戸だな。なんだよド M か。違うのか。なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトーさん。なんで誰もいなくなってんの。軌道じゃないのか。新谷は創薬センターに電話をした時、軌道じゃなくてショーンを呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手はショーンだ。ハシキも殺される直前まで小野から情報を聞き出そうとしてた。黒幕は小野か。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。ハムラ顔に出すぎだわ。誰か火つけたな。頭、
お、お茶組。カイトさん。大惨事なんだけど、大丈夫かこれ。罪着せられるんじゃねえの。カイトーさんは？あ、武士か。ハムラは？なんでそんなモグラ叩きみたいになってんの。手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。だいぶ見えてきたな真相が。つうことで今回はチャプタークリアなんでこのあたりで終了にしましょうか。ご視聴ありがとうございました。